ラルフ・タウンゼンとは、アメリカ合衆国の外交官、作家。中国、中国人の本質をよく知っていた数少ない、欧米人の一人だった。1931年から1933年まで、カナダと中国に副領事として外交に従事した。帰国後間もなく、中国文化を厳しく批判した、著書、暗黒大陸中国の真実で一躍脚光を浴び、 物議を醸したベストセラーとなった。タウンゼントは不干渉主義の著名な提唱者となり、1930年代から1940年代にかけてはルーズベルト政権の外交政策に新日、新中立の立場からコア高に反対したことで知られている。アメリカが第二次世界大戦に参戦した後、タウンゼントは 外国代理人登録法に基づく登録をせずに、日本のエージェントとして行動したとして逮捕された。タウンゼントは罪を認め、日本政府が資金提供したプロパガンダ組織から資料の販売により戦前に金銭を受けていたことは認めたが、日本のエージェントであることは否定した。実刑判決を受け、服役中に先導容疑大裁判に参加した。戦後、 タウンゼントは、バージニア州フェアファックスに移り住み、1976年1月25日に死去した。タウンゼントの著作は、現在も影響を与え続けている。ラルフ・タウンゼントは1900年11月27日、ノースカロライナ州、レーナムで、ロベソン郡で最も古く、著名な一族の一人として生まれた。リチャード・オルター・タウンゼントとマーラ・オーロラ・マクダフィー。 タウンゼントの息子である。彼には、ダラス・タウンゼント・シニアを含む4人の兄弟姉妹がいる。マサチューセッツ州のマウント・ハーモン・プレパラトリー・スクールを卒業後、ニューヨークのコロンビア大学に通い、1924年に、コロンビア大学大学院で、ジャーナリズムの学位を取得した。サンフランシスコで数年間ジャーナリストとして働いた後、後 ニューヨークに戻り1927年から1930年までコロンビア大学で英語を教えた。1930年11月11日に外務飲試験に合格し、1930年12月20日には副領事としてカナダのモントリオールに赴任した。彼の二度目の赴任先は上海で、 正式には1931年12月10日から1932年1月9日まで副領事を務めたが第一次上海事変を直接目撃するために2ヶ月間の臨時派遣で上海に滞在した。その後、1933年3月1日に辞任するまで復讐に駐在していた。1933年11月10日に発売された。 暗黒大陸中国の真実は、タウンゼントの中国での経験をもとに記述され、国内外から注目を集めることになった。キャサリン・マヨがマザー・インディアでしたことを中国に対して言ったと称された、タウンゼントの本には、中国社会と文化に対する物議を醸す批判が含まれていた。中国が内紛に陥っていた時期に、タウンゼントは中国の問題の根源は、 強欲、肉体的臆病さ、批判的思考能力の欠如などとともに、何よりも不誠実な傾向、家族以外への忠誠心の欠如、相互に効果的に協力することができないことを含む中国の人々の倫理観の根本的な欠陥にあると考えていた。彼は中国人の目立つ特徴は他の人々と満足に取引できず、中国人が 中国人自身と満足に取引できないと結論付け、国内の混沌とした状況は終わらないと予測している。また、日本の良識的な対中政策と米国の干渉主義的な政策等を交代賞に論じている。暗黒大陸中国の真実はベストセラーとなり、批評家と支持者の両方から激しい反応を集めた。カレントヒストリー氏に書いたイーフランシス・ブラウンは、 この本を近年書かれている多くのことに対する歓迎すべき下読罪であり、その結論のいくつかはアメリカの極東政策を形成する人々によって、熟考されるかもしれないと称賛したが、対照的に著名な中国研究家で、小解析の指摘顧問であったオーウェン・ラティモアは、洞察力にかけ、また劇の報告に依存し、この作品を、 すべての人種の全般的な非難として非難し、すでに確信している人々を納得させるだけだろうと述べた。この本自体が政治的騒動に巻き込まれ、中国政府によって禁止されたが、日本政府には無料で配布された。タウンゼントの出身地の新聞であるロベソニアン紙は1934年2月、彼の中国に関する講演や論述は、最近の極東問題に関する、 講演者や作家の中では誰よりも賞賛と罵声を浴びていたと報じている。タウンゼントは1934年にニューヨークからサンフランシスコに戻り、スタンフォード大学での講義やサンホアキン、ライトパワーコーポレーションの広告宣伝のほか、アジア問題に関する執筆や講演を続けた。1941年までは、 サンフランシスコ近郊のカリフォルニア州のいくつかの都市に住んでいた。1936年、タウンゼントは2冊目の著書、アジアアンサーズを出版したが、その中で彼は日本の政治的、経済的、文化的モデルとしての繁栄とアジアにおける日本の成長と有益な影響力を称賛している。彼は米国における反日感情を親共産主義者の リベラル、特にアジアの資本主義国家としての地位があるために日本を見下す戦場主義者の新聞編集者やジャーナリストに起因するとしている。彼はリベラル派がすでにアメリカ経済を破壊したことを非難しアメリカが共産主義者に乗っ取られる可能性を警告しアメリカが反日的な戦争挑発に対抗してアジアに対して 中立的な外交政策を取ることを提唱している。タウンゼントはメディアの親、ソビエト的な偏見が原因で、アジアンサーズはレビュアーから冷たい反応を受けるかもしれないと予測していたが、実際にはザ・チャイナ・ウィークリー・レビュー、ザ・タイムズ・リテラリー・サプリメント、ザ・タイムズ・オブ・インディア、ザ・リビング・エイジなどで否定的な報道を受けており、そのうちの最後のものはアジアンサーズを 東京の外務省のプレスリリースに似ていると疑われる作品であり、ファシストを辞任する人以外にはアピールできないとしている。この本を抽象する者の,の中には、新中派のパール・エスバックもいて、この本を著者の偏見と個性に満ちていて、著者の全計画を含まずに批判することは不可能だと評した。その一方で、日本と満州国では、 この本はより肯定的に受け入れられ、満州青年同盟の指導者である小山忠七は、タウンゼントの中国理解は、火の打ちどころがないと述べ、この本を強力に宣伝した。1937年、タウンゼントはこの本の日本語訳の発売に合わせて、日本を訪れた。タウンゼントは、日本との対決に反対して、経済的主張をよく使っていた。この絵は、 パンフレット、中途半端な中立はないからのもので、日本からのキートをボイコットすることは、主に米国の医療品メーカーに害を与えると主張している。自称、保守派だったタウンゼントは帰国後、アジアや欧州の紛争に、米国を巻き込まないために、記事の執筆や講演、ラジオ放送などで、精力的に活動していた。タウンゼント氏は、 中立擁護運動に参加した理由について、海外の副領事を務めていた時に、国際政治の腐敗を知り、この国の平和のために、自分の役割を果たしたいと思うようになったと述べている。出版社は、もはや反干渉主義者の本を受け入れないだろうと主張し、タウンゼントは、パンフレットの自費出版を始めた。1938年から1940年に、 かけて彼が書いた一連のパンフレットは、反干渉主義者の間で非常に人気があって広く、流通した。そのうちの二冊、憎しみの高い代償とアメリカには、アジアに、敵はいないは少なくとも六万部が回り、もう一冊の、中途半端な中立はないは三万部印刷されていた。このシリーズの最後のパンフレット、 外国のトラブルを探し求めては、ワシントン DC のドイツ大使館の注目を集めて購入され、500部以上が配布された。タウンゼントは、パンフレットの中で日本製品のボイコットに反対し、アメリカが日本との貿易額が中国よりもかなり多いことを指摘し、日本やナチスドイツとの平和的な貿易がアメリカの労働者や消費者の利益になると主張している。 タウンゼント氏は、第二次日中戦争を引き起こした中国国内の赤い要素を非難しているが、日本の軍隊の中国での人道的な振る舞いを称賛し、アメリカを日本との戦争に追い込もうと陰謀を、くわてているのは、ソ連と強力な少数派の親共産主義者であるアメリカ人だけだと主張している。タウンゼントは、もし、中国が日本との戦争に勝てば、 結果として共産主義者による中国の乗っ取りが起こるだろうと予測しているが日本がアメリカを攻撃するかもしれないという考えを議論するにはあまりにも愚かなことだとして却下しているヨーロッパについても同様にドイツの行動はドイツ人をまとめて抹殺しようとするイギリスとフランスの試みに対する防衛的反応であると彼は主張しているタウンゼントは 1940年の結成後、アメリカ第一主義委員会の積極的なメンバーとなり、少なくとも2回は、その会合に招かれて講演している。しかし、タウンゼントは、1941年2月8日に、上院外交関係委員会で、レンドリースポーに反対するために詩人として、登場している。広く知られるようになった、証言の中で、タウンゼントは、この法案は、 独裁的な権限を大統領に割り当て、アメリカを客観的に見て、我々を苦しめようとしていない国に対して、紛れもない侵略者にする、戦争法案に等しいものであると非難した。タウンゼントは、1941年3月に、シアトルで開催された、全国放送のダウンホールミーティングで、アジアへの介入主義に反論する。タウンゼントは、 ドイツと日本を擁護したことから、反対派から工作員やプロパガンダ主義者のレッテルを貼られることになったが、タウンゼントはこれを否定している。タウンゼントの活動がきっかけで、ウィスコニシン州、レイクジェニーバに拠点を置く、反干渉主義雑誌、スクリブナーズコメンテーターの編集者、ジョージ・ティップル・エグルストンの目に留まり、 1941年6月、タウンゼントはレイク・ジェニーバへの移住の申し出を受け入れ、同志の寄稿者として活動することになった。その後間もなく、タウンゼントは、ザ・ヘラルドの編集長補佐に就任した。タウンゼントが初めて法に触れることになったのは1941年11月25日で、ドイツが資金提供したアメリカ国内のプロパガンダを操作する。 連邦検察官が大売信の前にスクリブナーズコメンテーターに関する質問に答えるよう彼を求めた時のことだ。レイク・ジェニーバの自宅で見つからなかったため全国的な捜査が開始されたが3週間後にタウンゼントは自ら名乗り出てアメリカ南部で休暇を取っていただけで政府に指名手配されていることを知らなかったと主張した。12月15日彼は スクリブナーズコメンテーターがどのようにして資金調達していたのかは知らないが雑誌の所有者は善良なアメリカ人であると認識しており強い信頼を寄せていたと述べた彼は紛争の発生を防ぐために働いてきたが今ではアメリカの戦争努力を全面的に支持すると付け加えた後日ナチスドイツの工作員が 密かにこの雑誌の資金を提供していたことが明らかになった。1942年1月28日、FBI 捜査官がタウンゼントの自宅に到着し、1938年、外国人代理人登録法に基づく登録をせずに、日本のエージェントとして活動していたとして逮捕された。1941年11月から始まった。 日本のプロパガンダに関する連邦政府の調査で、タウンゼントが1937年から1940年まで存在していた、日本のプロパガンダ組織、日本貿易情報委員会から支払いを受けていたことを発見した。タウンゼントは、日本から雇われた工作員であることを否定し、政治的迫害の犠牲者であると主張していたが、 その委員会から金銭を受け取っていたことは認めており、パンフレットの大量販売と引き換えの支払いに過ぎないと述べている。それでもタウンゼントは3月27日に有罪を認めることを選び、自分の行為が違法であることを認識していなかったことを理由に、景気を軽くするように主張した。タウンゼントはまた、反干渉主義の政治家たちにも支持を求め、 元上院議員のラッシュ・ディ・ホルトと長年の友人であるジェラルド・ナイ上院議員の両名からタウンゼントを忠実で愛国心の強いアメリカ市民と評した好人物として紹介してもらった。しかし裁判長のティー・アラン・ゴールドズボローは同時ず彼の罪をひどく不快で腹立たしく不気味なものと判断しタウンゼントは6月12日に8ヶ月から24ヶ月の 実刑判決を受け、ワシントン DC に収監された。タウンゼントは、服役中に後に、先導容疑大裁判として知られることになる、裁判の被告人となった。この裁判は、検事総長、フランシス・ビドルの助言に反して、ナチス・ドイツを擁護するために最も怖がかに発言した、ものを、反逆罪で裁くべきだとルーズベルトが確信したことに、起因している。 1942年7月23日、タウンゼントと他の27人のアメリカ人は、スミス法とスパイ活動法に基づき、アメリカ軍のメンバーの指揮を低下させることを目的とした先導的な文章を出版するドイツの陰謀に参加した罪で起訴された。起訴状は、タウンゼントがアメリカの戦前の1941年に書いた、次のような声明を、 先導をした証拠として引用している。地球上の5分の1の人々が力づくで支配下に置かれている中で、イギリス人は対象となる人々を解放するために戦っていることを叫んでいる。今、これまでに知られている中で最も血なまぐさい、独裁政権ソビエトロシアタイの勝利のために戦っている彼らは、 独裁政権に対するアメリカ人の偽善的な恐怖を聞くためにマイクを向けている。タウンゼントは8月20日に起訴されたが、起訴の法的根拠とともに彼の著作が反体制的なものであるか強く疑問が提された。タウンゼントは他の被告人たちと同様に戦争への介入に反対する発言をしたからといって被告人たちに先導罪はないと述べたジェラルドナイを はじめとする反干渉主義者の議員たちから強く擁護されていた。被告がナチスドイツやお互いに共謀していたことを示す明確な証拠がまだ発見されていなかったため、実際、米国政府内でも当初から訴訟の有効性とその合憲性について多くの懸念があった。これらの問題が原因で、 正式な裁判の開始には何度も遅れが生じ、最初の起訴状の期限が切れた後、1943年1月4日に2回目の起訴状が出されなければならなくなった。さらに、遅れが生じ、1944年1月3日に3回目の起訴状が出された時には、タウンゼントの名前はリストから削除されていた。フランシス・ビドルは当初、タウンゼントは、 今後も起訴されるだろうと言っていたが、結局、それ以上の措置は取られなかった。それまでにタウンゼントは、訴訟費用で破産し、彼の友人のほとんどに見捨てられていた。ビドル自身は、後に先導訴訟をつまらない、茶番劇、と呼んだ。当時のワシントンポスト市は、タウンゼントが戦前、繁栄のパンフレットを配布する見返りに、 ドイツの工作員と関係のある人物から金を受け取っていたと報じている。これらすべてにもかかわらず、タウンゼントは、まだ、私は、決して誰かの外国のエージェントではなかった。私が出版したものはすべて独立して書かれたもので、あり、100%アメリカ人のものである。と主張し、そのスタンスは、彼のその後の人生でも維持された。 1950年代初頭、タウンゼントは、バージニア州フェアファックスに移住し、死亡時には、有名な住人とみなされていた。フェアファックス商工会議所の組織化を支援し、そこで、専務理事を務め、その立場で、CIA の本部を、バージニア州に置くためのロビー活動で、主導的役割を果たした。また、保護活動にも力を入れていた。 1967年にはディフェンダーズオブワイルドライフのメンバーとして会内務委員会に登場し1972年から1976年までは同組織の理事を務め健全な財務管理へのこだわりで知られていた。タウンゼントは戦後もハリー・エル・マーバーンズやウィリスカートなど極右の人物と交友関係を保ち一時は カートのハニユダヤ主義雑誌、アメリカンマーキュリーの編集者兼機構者として活躍したが、この雑誌ではタウンゼントを FDR の戦争計画と戦うという間違いを下元外務官と紹介していた。タウンゼントは1976年1月25日、フェアファックスで75歳で亡くなった。歴史家たちはタウンゼントが第二次世界大戦前に 親日的な見解を表明していたことに注目している。例えば、ジャスタス・ドエネケはタウンゼントをアメリカで日本の政策を擁護する声の中で最も頑固で極端なものと表している。ジュディス・パパクリストは、反帝国主義者の中で孤立主義者のラルフ・タウンゼントほど極端なものはいなかったと述べているが、タウンゼント自身は生前、孤立主義者というレッテルを拒否し、 代わりに、現実主義者、平和主義者と名乗っていた。タウンゼントは、今でも、アメリカの極右の多くのメンバーから尊敬されており、最近では日本でも尊敬されている。彼の死後、未亡人ジャネットは、彼の書類を、オクラホマの大富豪で、右翼市民軍やキリスト教、アイデンティティ集団の支持者でもあるラリーハンフリーズに、引き渡した。 彼はタウンゼントを FDR が日本を煽ってアメリカを攻撃させようとしたことを知っていて FDR が彼を投獄させた人物として言及している。ハンフリーズはタウンゼントの書類をいわゆるヘリテージライブラリーに保管したが現在ではその多くがタウンゼントの旧友ウィリスカートが率いる反ユダヤ主義団体バーンズレビューにより保管されている。1997年 バーンズレビューは、第二次世界大戦後初めて、暗黒大陸中国の真実を再出版したが、その際に、カートが新たな序文を書き、タウンゼントを、深淵で、純粋に勇気があり、過度に正直な作家と称賛した。2004年には、バーンズレビュー版、暗黒大陸中国の真実の翻訳版が、日本で発売され、大ヒットとなり、タウンゼントは芝叩く間に、 日本の虚空の間で英雄の地位まで上げた。彼の著述の質については最近の学者の間で意見が分かれている。オーバーランドマンスリーアウトウエストマガジンの中国に関する記事を分析したり、民衆は彼の主張の一部を信じられないほど騙されやすいか意図的に悪質なものとみなし、歴史家のユスタス・ドエネッケは彼のパンフレットを 粗雑に書かれていると評している。対照的に、武蔵野大学のピーター・をコー教授は、同じパンフレットを、よく論じられていて、研究されていると評価した。ありがとうございます。